こんにちは、エナジーモータースタイル小屋店です。本日ジョルノの紹介動画撮影していきたいと思います。前にですね、大きなカゴついてます。ホンダさんのカゴですね。荷物たくさん入るようになってます。で、走行距離1400キロの車両となってます。タイヤの溝はね、前後ともかなり残ってる状態です。ちょっと見えにくいですね。エリアキャリアもついてますんで、トップボックス取り付けてさらに荷物が載せれるようになってます。機動性もかなりいいですね。まあ、全体的に中古車の中では綺麗な車両かと思います。今ですね、原付来年で生産終了してしまいますので、駆け込み購入される方非常に増えております。お早めのご検討お願いいたします。